皆さんこんにちは、ピークスコーチンググループの中田隆です。今月のサイクルスポーツ7月号、強いヒルクライマーになるためのすべて、こちらの50ページ、ストレッチ&セルフケア、こちらのご紹介をします。ヒルクライムに限らず、お仕事やトレーニングで同じ筋肉を使っているとだんだんと筋肉が硬くなってきます。硬くなると本来出せるべきパワーが出なくなってきますし、疲労の回復も遅れます。そちらの解消法をご紹介してるんですが、今日は動画でフットトレーニングの朝日大和トレーナーに実践してもらおうと思います。ぜひご覧ください。はい、では皆さん、セルフケアの方を始めていきましょう。準備するもトリガーポイントですね。まずは最初、胸郭、胸あたり、肋骨間ですね、姿勢が悪くなっていくとここが狭くなって胸が閉じていきます。で、呼吸もしづらくなっていくので、肋骨間開くイメージを作ってもらう、ポイントになります。やる動きです。まずこのトリガーポイント、背骨に対して直角を置きます。はい、置く場所なんですけど、肩甲骨の下の方、この辺の置いてください。はい、この状態でお尻も地面につけていいですよ。足は軽く楽にしてもらって、頭の後ろを手を組んでもらって、このままこういう風に倒していきます。起こす、倒すという動きです。では行きましょうか。3秒前です。2、はい、1、さあ行きます。はい、閉じたまま開きながら頭を地面に近づけます。戻す、ゆっくり繰り返します。頭を地面、肘も頑張って地面つけたらいいです。このままロールしてもらって大丈夫ですよ。戻す、胸が大きく開くような感じを作っていきましょう。戻す、はい、 OK です。では次です。はい、次ヒルクライムで必要な殿筋部位ですね、お尻の部位をトリガーポイントでちょっとほぐしていきましょう。やり方は非常に簡単です。このままお尻の上にこう乗っちゃいます。はい、この状態で手を後ろについてもらって、もう体重をこのグリッドローラーですね、ホームローラーの方に体重を預けてもらいます。で、このままお尻を前後左右こうやって動かしていきます。はい、なんですけど、これでちょっと刺激弱いなって方は足をクロスしてもらって、ちょっと体を斜めにします。この状態でお尻、殿筋部位を直接当ててもらって嬉しいです。ではちょっと20秒やっていきましょうか。いきます。3秒前に、はい、1、はい、足を組んでもらって、ちょっと斜めにして、はい、お尻を、こういう風に当てます。ちょっとね、足をね、こういう風に揺らしながら、やってもらえたら嬉しいです。大きく大きく、お尻の全体部位を当てながら、ちょっと硬いところだと、重点的にやってもらったら嬉しいです。これがちっちゃな動きで。はい、OK です。では、そのまま反対に行きましょうか。反対も、同じように足をクロスしてもらって、はい、ちょっと体を斜めにしてもらいます。はい。この状態で行きましょう。いきます。3、2、1、はい、5、5。そうです。同じように。次、左のお尻なんで、ちょっと体を、ね、体重を左側に乗せてもらいながら、はい、お尻を全体的に当てるようなイメージでやってもらえたら嬉しいです。はい、このままゆっくり、硬いところを確認しながら、はい、3秒前に、はい、1。はい、OK です。ナイスです。OK です。じゃあ次です。次、四頭筋、クワッドですね。この部分ですね、太ももの前を狙っていきましょう。さあ、このまま次ですね、ちょっとうつ伏せになってもらって、はい、膝の上にこの ローラーを当ててもらいます。じゃあ軽くちょっと膝を曲げてもらったら嬉しいです。で、肘ついても手ついてもどちらでもいいです。楽な姿勢で体重が全部こっちに当てるようにしてもらってください。さあ、ではこの状態で、はい、大きくいきましょう。いきます。3、2、はい、1、はい、5。で、体重を全部この右足の方、ローラーの方に当てながら、はい、大きく膝上から股関節まで大きく動かしていきます。いきます。はい、いきます。3、2、1、はい、 OK です。ナイスです。はい、次反対足を狙っていきましょう。ちょっと僕は右足の方に行くんですけども、これちょっと膝の外側の方も、外側後傾ですね。膝の外側の方も狙っていきたいので、ちょっとこういう風に、ちょっと斜めの方にカードを向いてやっていきましょう。足は前に置いてもらって、膝のちょっとこの側面の外側ですね、を狙っていきます。こういう感じです。はい。こう当ててもらいます。で、これポイント1個。横になって、この足の横側、この IT バンドっていうところは長径靭帯になるので、ここやりすぎちゃって、膝が緩みすぎちゃって、膝が怪我をする恐れがあるので、この斜めの上、ここだけ狙ってやっていきたいです。はい。では、ちょっとやっていきましょうか。いきます。3、2、1、はい、5、5。では、楽にしてください。さっきと同じように、このローラーに、この体重預けちゃって、
膝の前から大きく上にかけて、はい、こういう風に当てていきます。そうです。はい、7秒6 5 4 3 2 1。はい、 OK です。ナイスです。はい、これがトリガーポイント、フォームローラーを使ったグリッドの、セルフケアですね。続いて次ストレッチの方に移っていきましょう。はい、こうやってトリガーポイントとかフォームローラーをやってもらって筋肉を柔らかくしました。でストレッチをすると より伸びやすくなるので、トリガーポイントがグリッドフォームローラーやった後にストレッチをしてもらうと非常に効果的になるので、この後にやりましょう。では次お尻の動きやっていきます。もうこういうふうに仰向けに寝てください。はい、寝てもらってやる動き、膝を大きく抱えます。でこのまま胸と膝をくっつけてグッと両方、くっつけましょう。この20秒間キープしていきます。いいですか。さあいきます。3秒前2、はい、1、5。はい、膝を抱えてもらって胸と膝をくっつけます。はい、この時にここら辺が突っ張りがないよう、伸びてる感じを作りましょう。で、この時にね、股関節が固まっている人って股関節が硬い状態になっているので確認します。反対膝をしっかり伸ばすようにゆっくりいきます。5秒前4 3 2 1はい、OK です。さあそのまま反対に行きましょう。はい、足を切り替えてもらって両膝を抱えます。いきます。3 2 1。はい、ここをぐーっと近づけます、近づけます。はい、この時ポイント、膝と胸が拳1個分以内になるようにこうくっつけてもらって反対膝を伸ばす。そうです、キープします。そう、大きく大きく呼吸を忘れないようにしてくださいね。呼吸は止めないように。はい、5秒前です。4 3 2 1。はい、 OK です。 OK です。さあ続いて電筋部位もうちょいいきます。さあこれ非常に重要な動きですね。はい、ちょっとこういう風に座ってもらって反対足、左足伸ばしたいお尻の方の足を前に出します。で、こういう姿勢を取ります。はい、非常にこれ厳しいです。で、できない人は軽く曲げてもらっていいです。はい、目指すとしたらこのすねのラインと股関節と肩のラインが全部平行にこういう風にまっすぐなってもらいます。はい、硬い人はね、ちょっと曲げてもらっていいですよ。で、右手で足首、足を押さえてもらって内側に行かないように固定してもらって取ります。はい、その状態で、はい、ゆっくりカードを前に倒していきます。こういう風にカードを前に倒していきます。 OK ですか。さあ、行きましょうか。はい、固定していきます。3 2 1。はい、ゆっくり前に倒れます。両肘をつけるように、で、胸は地面に近づけるように、この時に、ね、ちょっと硬いとね、どんどんこうやって足が下の方を来ますと気にしないでください。胸を頑張って胸張ってまっすぐになってくるとお尻がゆっくり伸びていきます。そうです、できたらどんどん足を固定直してもらって、はい、3秒2 1。はい、 OK です。ナイスです。では次反対足ですね。はい、こちらです。はい、僕ちょっと右の方硬いのでさっきより角度浅い感じになってると思います。はい、この状態でも OK です。で、頑張って左手で前の方、この前の方持ってきて固定して、さあ行きましょうか。3 2 1。はい、両肘地面つけます。そう、これ僕の足もこうやって近づいてるんですよね。でもそれでも頑張って前に倒れるようにしてください。はい、ちょっと胸張るようにゆっくり、呼吸止めないように頑張っていきましょう。いっそ6秒5秒4 3 2 1。はい、OK です。ナイスです。そうするとお尻がしっかり伸びていきます。で、もう一個ですね、こういうのを伸ばしづらいよって人いた場合、次のポジションなんですけども、右足をこう軽く、前に出してください。はい、この状態で足に前足に体重をグッとかけてもらって、ここら辺を伸ばしていく状態を作っていきます。後ろ足に体重かけちゃうと逆にこう四頭筋って前の方伸びちゃうんで、前の方にしっかり体重かけてお尻前で伸ばしていきます。はい、これも平行してやってもらったら嬉しいです。いきましょう。このまま3 2 1。はい、そのままちょっと前に膝を前に出すような感じすると、ここら辺股関節前に伸びていきます。緩める、ちょっと前に確認して、こういう風にクラッチングポジションみたいな感じですね。キープしていきます。はい、8秒7 6 5秒4 3 2 1。はい、 OK です。さあそのまま反対足を切り替えて、はい、両手は地面につけて同じです。前足にしっかり体重かけていきます。いきます。3 2 1。はい、こうちょっと前に倒す、ゆっくり股関節、お尻までしっかり伸びている状態を作っていきましょう。はい、前に体重しっかりかけて、そうです、キープしてくださいね。でも呼吸を止めないように、
で、ちょっと胸を張って前に体重ゆっくりかけていきましょう。リソー、3秒、2。はい、1。はい、OK です。ナイスです。はい。はい、次、クワッド。はい、ストーキンです。ストーキン。こういう風なストレッチ。こういう風なストレッチあると思います。まあ、これでもいいんですけども、もう一個、ちょっと難しい上級者になると、この状態から、あって、膝をこうやって持つ動きもあります。はい。で、今日はちょっと簡単な方を説明してみましょう。よく言われるこういう感じですね。はい。お尻とかかとをつけたままにしてもらって、固定します。はい。そのまま、後ろにしっかり倒れていきます。この状態です。はい。では、これ20秒間いきましょう。ゆっくり倒れます。胸張ります。そうです。辛い人はね、肘ついても OK です。このままで。はい。伸ばしていきましょう。いきます。3、2、はい、1。はい、ゆっくり倒しまーす。はい、楽にして、はい、呼吸を止めないようにゆっくり。はい、伸びてる部位は四頭筋。胸前、もも前ですね。ゆっくり伸ばしていきましょう。さあ、キープしまーす。はい、6秒、5秒、4、3、2、1。はい、OK でーす。さあ、次は反対でーす。はい、足切り替えて、足反対して伸ばします。さあ、いきます。ゆっくりいきまーす。3、2、1。はい、5。で、僕は左膝ちょっと悪いので、僕はこの状態キープします。はい。片肘ついてもらって、こういうふうに伸ばしてもらって嬉しいです。で、必ずしも、胸がね、あ、頭がつけなくてもいいです。伸ばしてる部位が、あ、伸びてるなと思ったらそれで OK です。はい、5秒前です。4、3、2、はい、1。はい、OK です。ナイスです。はい。で、次はですね、もう王道の王道、開脚ですね。股関節内転筋を伸ばしていきたいです。こういう風に伸ばしていきましょう。で、非常に内転筋硬い方もいるので、股関節まで伸ばしていきたいです。で、これ、あえてこう前に行かなくても、こういう風に胸を張ってもらって、股関節を立てる状態ですね。作ってもらうだけで十分伸びるので、この状態で伸ばしていきましょう。はい、行きます。最初楽にしますね。胸丸めてもらって。で、しっかり後ろの手を固定してもらって、行きます。3、2、1。はい、5、5。ちょっと胸をこう、お尻をこう持ち上げる感じですね。で、足は並び徐々に徐々に遠く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 。そうです。で、右左ちょっと体を寄せるようにしてもらうと、伸びる部位が変わってきます。こっちに行くと左側。左側に、ね、体を寄せると右側伸びてきます。3、2、1。はい、OK です。はい、次です。はい。結構これ硬い人いると思います。すごい。わかりやすいやつですね。はい、お尻と体をつけます。この状態です。はい、ちょっと胸を張ってもらって、このままゆらゆらと横に倒れながら、股関節周りを伸ばしていきましょう。いきます。はい、3、2、1。はい。ゆっくりね、これ頑張ってね、横に倒れながらいいんで、この膝が地面に近づけれるように頑張ってください。慌てなくていいですよ。しっかり片方、右、左と、ゆっくり倒すように。はい、いいですね。7秒、はい、6、5秒、4、3、2、はい、1。はい、OK です。ナイスです。はい。はい、皆さん、どうですか、セルフケア、ストレッチですね。自転車乗りの方となると、やっぱ移動距離が多くなったりして、ライド前にどうしても疲労が溜まりやすい体になってます。特にヒルクライムのような、高強度の、ポジションをキープするためには、ポジションがすごい大事になってきます。なので、ライド前、練習する前、こういうふうに体を一回ほぐしてもらって、乗ってもらうと、力が発揮しやすくなります。他、トレーニングの動画もこちら載ってますんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。で、その他、リカバリーについて、もしくはもっと知りたいなって方は、リカバリーの情報、もしくはもっと深いリカバリーの話もしていきますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、次回お待ちしております。また！